あれからだっけ、さよこが夜を嫌いになってしまったのは、自分自身に嫌われてしまったのは。ヤコから連絡がないまま2学期が終わった。宮村さんの性格の変化、優等生でいることへの反抗、悪い想像ばかり頭をよぎる。だから言うしかなかったんだ。この機会を逃したらきっともう。宮村さん、来週もし時間があったら。あの、ごめんなさい、私その時間帯は空いてなくて。まあ想定内っすわ。そもそも宮村さんは夜がダメだしな。でもこれでいいはずなんだ。最初から全部夢だったんじゃねえか。てか宮村さんなんで夜が嫌いなんだろう。普段も家から出られないって言ってたし。俺宮村さんのこと何にも分かってないんだな。本当だよ、まったく。お、冷た。私が来なかったらどうすんだよ。バカだな、武藤は。ヤコなんてずっと何も。ごめんごめん、さよこのおかげで最近は監視が厳しくってさって泣くなよ。抜け出すのも一苦労なんだぞ。よっぽど寂しかったんだね。よしよし、頼む、教えてくれないか、宮村さんとヤコのこと。ヤコは話してくれた。母子家庭のこと、母親も同じ二重人格だということ、子供の頃に虐待メーター扱いを受けていたこと、それ以来夜を恐れるようになったこと、いい子でいるために必要のないものをもう一つの人格として分離したこと、自身にとっての夜を克服したがっていること、今になって無自覚にもヤコに押し付けたものを取り戻そうとしていること、そして日に日に変わっていられる時間が短くなっているということ。なあヤコ、本当はお別れを言いに来たんだろう。宮村さんが手放した性格を取り戻したらヤコは消えて。ああ見て見て、武藤、いかがわしい場所。すっげえ雑に話変えた。Oh shit, here we go again. Pink skies in the rearview mirror, your eyes shifting secretly. Windows rolled all the way down, the top is off, it's sticking up, you're still